皆さんこんにちはこれより行政書士合格の取説野端のズバッと重要論点ポイント解説講義行政法編第6回目最終回を行っていきたいと思いますよろしくお願いしますはいということで行政法編最終回のテーマとしてはこちらになりますはい6番ですねえ義務付け訴訟差し止め訴訟やれてやるのは経てしまい あ、そうそう、これね。あの、法律学んでる方だと、これ、携帯姉妹ですね。そうじゃない方は、兄弟姉妹ですが、あの、だから、誰かと喋るときに、携帯姉妹って言ったら、こいつ法律分かってるって思ってください。というのは置いといて、はい。えー、っと、受験生が、やはり苦手を感じる、この義務付け訴訟、差し止め訴訟の解説をしていきたいんですが、えー、取セテキストは153ページということになっていきます。はい。 ただ、この153ページで義務付け訴訟とかを扱っていく前に、いくつか確認しておきたいことがあるんですね。例えば、この義務付け訴訟とはと書いてますが、あの判決の拘束力の箇所で説明した具体例とか、不作為の違法確認訴訟の箇所で説明した具体例って書いてますよね。この話をしないとわからないと思うので、ちょっと戻りましょうか。はい、あの早速なんですが、144ページのところ。 あの、拘束力の限界ってあります。これ確認しましょうね。判決の効力のところなんですが。はい。どんなものだったかといいますと、例えばこの人がね、飲酒店やりたいぞということで許可申請をしますと、行政側が審査した結果、やだよと、拒否処分出します。おかしいでしょうということで取り消し訴訟を提起して、これ任用判決が出てるんですよ。はい。ってことは、あの、その結果、この拒否処分は、 取り消されるわけでしょで次にどんな処分が出るかじゃないですか。拒否処分取り消されて次の処分なんですかっていう話ですね。で普通に考えたら、こう取り消した後にもう1回拒否処分っておかしいじゃないですか。うん、ただ、あのー、ここなんですねあの。同じ理由でもう1回拒否処分出すと永遠続くから認められないと。これが拘束力で,拘束力ですが、理由が違えば、 もう1回許可処分出せるんですよ。はい、違う理由でもう1回、きょ処分出せちゃうんですね。となると、じゃあ、もう1回これ、きょ処分出て、もう1回取り消し訴訟を提起して、繰り返すのかってことになりますよね。せっかく取り消し訴訟で勝ったのに、この人は納得いかないと。となれば、確実にこの人が欲しいのは許可処分ですから、はい、このあと出てくる処分が必ず許可になるようにお願いしたいと。 それをお願いするのが義務付け訴訟というわけで、ね、ここに併合提起って書いてますが、これです。これあとで見ていきます。はいもう1点は、不作為の違法確認訴訟ということで15、151ページです。はいえここに関しても、まあ講義遣いを見ていきたいと思うんですが、不作為ってうのは、こう申請したけど一定期間、応答ないことを不作為って言います。はい なので申請しました。一定期間応答ありませんと。おかしいでしょ。何かしら応答すべきだよね。はい。行政上の怠慢が違法だと確認してくれ。ということを求めていくのが、昨夜の違法確認訴訟です。で、これ、ね、あの何かしらの処分を出すように言ってくれ。そう。何かしらです。あつまり、 許可を出してくれってことを求めるとかは、この不作為の違法確認訴訟だけではできません。ですから、こう結局裁判所の側で、この人を勝たせますよね。で、勝たせた後に、裁判所がいるのは行政庁に対して何か処分出してやれと言うだけですから、わかりました。処分出しますよ。拒否ってあるわけです。いやいや、この人が欲しいのは許可処分でしょとなると、はい、ズバッと解説。 確実に許可処分出してもらいたければ、義務付け訴訟の併合っていくという話なんですよ。はい。なので、あの義務付け訴訟の基本っていうのは、何かしらこう申請したけどダメだと言われちゃってるケースとか、申請してるけど応答がないケースが一つ当てはまるわけね。その時に確実に許可処分欲しければ義務付け訴訟ですってことなんで、はい、これを理解してから改めて、はい、153ページに行きますね。 はいまあ、一番の義務付け訴訟の話はここですね、国民が納得のいく処分を出してもらえるような訴訟として義務付け訴訟が存在しますということですね。受験生が非常に嫌がるのが、あの言葉ですあの。非申請型とか申請型ってありますから、非常にややこしいんですよね。ただ、まんまですよ、あのさっき見た2つの事例は、あれ、前提が申請入ってましたね。 はい、あの時の義務付け訴訟が申請型ですよ。そちらからまず見ていきましょうか。はい、154ページです。申請型義務付け訴訟ということですね。はい、あの不作為型とか拒否処分型って付きしを置きましたが、これ、さっき見たものの解決ですよね。はい、不作為型、申請した、応答なかった、不作為の違法確認訴訟した、あ勝ちましたと。 で勝った後に、もしかしたら、次に出る処分が拒否処分かもしれませんと。これを避けるために、不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟をセットでしましょうねということです。あの、許可にしてもらいたかったら、義務付け訴訟の併合提起なので、あの別に不作為の違法確認訴訟だけやっていけないとは言ってません。いいですかあの別に不作為の違法確認訴訟だけやることはできます。 ただ、それだけで済ますと、拒否処分の可能性があるから、セットで義務付け訴訟だですよで。逆に言うと、不作為の法確認訴訟をやらずに、義務付け訴訟だけはできません。あの併合提起なんで、義務付け訴訟だけはできないから気をつけてくださいと。はい。そして、拒否処分型もお話しした通りですね。許可申請しました。やだよって言われました。取り消し訴訟しました。勝ちました。え、拒否処分取り消されますが、 再び拒否処分出る可能性がありますよと許可処分もらいたければ取消訴訟と義務付け訴訟併合提起だということなんであの取消訴訟だけやっていけないとは言いませんただ取消訴訟だけだとまた拒否処分来るかもね拘束力の限界だよねということでまあ、義務付け訴訟もやったらどうですかということなんではいこれも義務付け訴訟だけすることはできないというふうに押さえてくださいはいまあ、あの細かい脚臭のところは今日は置いておきますが まずね、全体構造を理解することが非常に大切です。はい。で、155ページのところで、今度は非申請型義務付け訴訟というところです。はい、これも事例として今、初めて話しますが、あの、難しくないです。非申請型、申請がない。はい。まあ 初めて話しますと言いましたが、事例自体はこれまで勉強してきたものとほぼ変わらないです。違法建築物がありますよってのはよくありますよね。ただ、今まで見てきた違法建築物の話って、行政側から建築物の除却の命令とか処分が出てましたね。でもこれ出てないです、これ。出さない。出さない。 で出してくれればいいのに、出さないから周辺住民困ってるわけですよ。地震来たら倒れてくるかもねっていう。はい、処分が出されなければ、周辺住民にとって大きな問題です。ですから、この周辺住民たちは、何かこう申請したわけではありません。はい、何かこう建築物を受託してくださいよみたいな申請を出したわけでもないし、まあ、できないんですが。でもそうでもないんです。申請してないんですが。 はい、義務付け訴訟は提起できます。つまり、違法建築物の除却処分を出せよみたいなことを求めていく、えー、この訴訟は提起できます。はい、ただ、この非申請型に関しては、ここがポイントです。みんなできるわけではないんですよ。ちょっと言い方を変えると、先ほどの申請型の方うは、基本申請してる人があの起こせる訴訟ですよね。 はい。まあ、簡単にできるわけですよ。申請したけど応答がなければできるしね。申請したけど、あえー、拒否処分が来て、で、いう話ならばできますから。ただ、非申請型の方は、要件。処分がされないことによって、重大な損害が生ずる恐れがあり、かつ、損害避けるために他に適当な方法がないときに限り提起することができると。はい。 重大損害のことを重大性って言ってで他に方法がないということをちょっと難しい言葉で補充性っていいます、はい。2つクリアできないとこれ非申請型義務付け訴訟できないつまりワンポイントに書いてますが申請型と比べてやりにくいんですよ。 なんで何ですかっていうと、これ、乱用の可能性です。はい。乱用の可能性。はい。まあ、つまり、まあ、違法ならば、まあ、撤去すべきですが、うん、まあ、違法のレベルもありますからね、まあ、投下の危険性がなければ、まあ、まだいいかもしれないと。 しばらく様子見かなという状態にもかかわらず、周辺住民が積極的に、いや、これおかしいから撤去してくれ、みたいなことを求めていくと。あの、行政側と、この違法建築物所有者と話し合ってるかもしれませんね、穏便に。穏便に話し合ってるところで、周辺住民が訴訟を起こして、じゃあ、これで処分出すことに決まってしまったら、穏便に済まないわけですよ。はい。ってこともあります。 あとは、この周辺住民との関係が劣悪で、とにかく嫌がらせ目的で、えー、除却処分出せよみたいなことを求めていくこともありますから、こう結構ね、乱用する可能性があります。乱用される可能性があります。ということで、これ厳しくなってます。ということは押さえてくださいね。申請がない方が厳しいです。はい。これよく出ますから押さえておきましょう。あの、例えばね、156のところで、この13年の本試験問題がありますが、 申請型と非申請型、両方とも一定の処分がされないことによって、重大な損害を生ずる恐れがある場合に限り提起することができると書いてますが、いやいや、非申請型だけは、ね、重大性必要です。申請型いりませんからっていう、こういう問題ですね。はい、これちゃんと押さえておきましょう、はい、あとは、あのー、158ページの方で、こっちが差し止めですね。差し止め はいあのー、義務付けと逆です。義務付けはほにゃららしろ、差し人目はほにゃららするなですね。逆なんですが、要件とか似てるんですよ、まあ。抗議使い見るとね、まあ、産業廃棄物処理施設、まあ、設置許可されちゃうと、周辺住民的には、まあ、ゴミの問題ですから避けたいよということです、はい。まだ処分が出てません。 はい、処分が出ちゃうと影響が出るので、まあ、差し止め訴訟を提起しますとことができます。で、これ、理解してほしいんですが、義務付け訴訟は申請と非申請がありました、差し止めはこれ、非申請しかないですよ。な、はい、ので、まだ出されていないというこの設置許可処分に対して、周辺住民が何かを申請してるわけではないですが、ゴ、ま、ミ、あの問題ですから、これは利害関係があると。 なので、出すなよと。処分出すなよということを求めることができると。いうことですね。非申請です。はい。ってことは、要件も非常に非申請型と似てますよね。ここですね。原告的確や要件はほぼ非申請型と一緒だと。義務付けと一緒。はい。重大な損害を生ずる恐れがある場合に限り提起することができる。はい。 まあ、ちょっと書き方が義務付けとは違いますが、他に方法があるときはできない。条文の書き方の問題がありますが、やはりこれ、重大性と補充性、両方要求されていますね。非申請型義務付け訴訟と似ております。はい、で今回、メモを取っていただきたいのが、この重大な損害を生ずる恐れって、何ですかと。 これ、ある最高裁判決でこういうこと言ってます。これが該当する場合っていうのは、例えば、処分が出てから、例えば取り消し求めて訴訟する。ただから、皆さん勉強してますかね取り消し訴訟している間は、処分の効力止まってませんから、その間、処分の効力止めておきたければ、 執行停止ですよね、まあ。取り消し訴訟は定期っていう方をします。執行停止は申し立てっていう方をしますが、はい、この取り消し訴訟をやって、争っている途中に執行停止の申し立てをして、えっと、これで解決ができるならば、重大な損害衝突をするがあると言わずに、はいえー、差し止め訴訟できないという形です。逆に、差し止め訴訟できる場合っていうのは、 取り消し訴訟を提起して、プラス執行停止と申し立て、はい、これをしても、解決が容易ではないと。はい、あのこの場合ですね、に差し止め訴訟ができますよということです。 うん、例えばですけど処分って基本1回しか来ないですよね連続して処分って基本想定し難いわけですよだから処分が1回しか来なければ1回でけきた処分に対して取り消すを提起して執行停止やっとけんですただ例えば学校の先生方の話なんですが「こう君が代」を歌うか歌わないかで歌わなかったということに対してまあ職務命令違反だということで例えば減給の処分が来るとか3ヶ月の停職処分が来るとかありますよね そうなると、例えば君が歌う場面っていうのは、年に最低2回ですよ。入学式、卒業式。下手したらもっとありますよね。1学期の、えー、っと始まり終わりとか、2学期の始まり終わりとか、こうあるわけですよ。となると、まあ、最低年2回来ます。最低年2回来る中で、例えば入学式で君が歌わなかった、処分来ました、取り消す訴訟と執行停止で争ってます。 争っている途中で、えーと、卒業式迎えました、またそこで歌わなかった、また処分が来ます、そこに対して取り消す訴訟と執行停止やりますって、延遠と続けますよね。だったら、もう処分が出る前に、えー、出すなよってことを求めた方が早いでしょ。だから今、あの手書きで書いた部分っていうのは、そこを考えてみてください。はいあの処分がこう繰り返し出されていくような場合なんかだと、執行 取り消し訴訟と執行停止とは解決ができないことがあるからということですね。はい、そこを押さえておいてくださいということになります。はいまあ、ポイント解説なので、まあ、細かいところまでやってはおりませんが、あのやはり最初は大きく見て、でそこから細かく見ていくのがいいですからね、はい、まずは講義として全体を理解していきながら、あの細かいところをまた取説テキストを読み込んだりですとか、問題といていただければと思います。はい では、行政法編全6回以上ということになりまして、まあ、あの通常であれば、憲法、民法、行政法まで学習終わったということですよね。あとは、一般知識ですとか、商法化法ですとか、まあ、基礎学になりますと、はい、またあの動画を上げていきますので、確認していただければいいんですが、まあ、メインはまず、憲法、民法、行政法ですから、そこをいかに何回も繰り返してあのいけるかどうかですよ、はい。それが合格に直結しますので、今後も、ね、頑張っていただきたいと思います。はい では、今回の行政法編第6回ですね、終了ということになります。またね、次回もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。